東広島市の情報をお届けするマイタウン東広島。番組では東広島市から各種のお知らせなどをお送りします。はじめに子育てに関するお知らせです。東広島市立の小学校中学校の特別支援学級などに在籍する児童生徒の保護者に学用品費や給食費などの一部を補助します。支給の対象者など詳しくは広報誌3月号に掲載しています。お問い合わせは学事課までどうぞ。麻疹風疹の予防接種はお済みですか？麻疹風疹混合ワクチン2期の定期接種対象期間は小学校就学前の1年間で、この期間を過ぎると有料になります。予防接種のタイミングは感染症対策に最も適切な時期に設定されています。先送りせず定められた期間内に受けましょう。申し込みなどを詳しくは広報誌3月号でご確認ください。経済的な理由で小学校中学校への就学が困難な場合、学用品費や給食費などを援助します。就学援助制度の対象者など詳しくは広報誌3月号に掲載しています。お問い合わせは学事課までどうぞ。次に催し物や募集などのお知らせです。黒瀬桜コンサートが3月26日に黒瀬障害学習センターで行われます。内容は和太鼓やフルートなどの演奏のほか、日用品を使ったユニークな笛パフォーマンスなどです。黒瀬商工会による桜祭りも開催されます。お問い合わせは黒瀬障害学習センターまでどうぞ。4月12日から東広島市立美術館で開催される特別展グランマモーゼス展素敵な100年人生の関連イベントとして、ワークショップ生石鹸を作ろうが4月16日に開かれます。場所は市立美術館のアートスペースで、内容はモーゼスの石鹸作りを題材とした作品に関連して、東広島市西条の酒粕を使った生石鹸作りのワークショップを行います。対象は小学生以上で定員は10人です。参加を希望する人は往復はがきに必要事項を記入して4月1日までに市立美術館にお申し込みください。記入例は美術館公式ホームページでご確認ください。記入例は美術館公式ホームページをご確認ください。タクシーやバスで使える高齢者割引乗車券の利用期限は7月31日です。交付している割引乗車券の左側にも期限が入っています。これまでのように年度末の3月31日までではありませんので、お間違いのないようご注意ください。移動献血車がご覧の日時に来ます。献血は400ミリリットル献血のみ行います。3月25日は骨髄ドナーバンクの登録会を行います。詳しくは医療保険課までどうぞ。マイタウン東広島では暮らしに役立つ情報などをお送りします。次回もどうぞご覧ください。